リマガールゆりこです。今日はアニメイトに行ってきました。で、アニメイトで買ったものを紹介したいと思います。ヒューラキリナですね。アクスタです。で、缶バッジを買ったんですよ。これはキャラバッジコレクションB です。11の中から1個ランダムで入ってるやつ、え、言いましょうか。風丸、佐久間、喜怒武、吉良、野坂、か、西影、水上や、緑川、稲森、水雲、吹雪。じゃあ開封していこう。中身どこ行った？アツヤですね。さあ、2個目、のってん。キラヒロトが出ました。欲しいのが風丸風丸、佐久間、キラ、あ、こすかった、キラです。佐久間くんです。佐久間、欲しかったやつ。残り2個。私の友達が大好きな野坂くんですね。あと1個。風丸出るかな。ヒドウくんですね。私前回稲妻イレブンで行ったんですよ、友達と。その時に缶バッジ出た時、毎回出るんですよ。満足。はい、紹介終わりです。欲しかったのが2つ出ましたね。よかった。で、はい、これですね。こっちの日浦くんがいる方が A チームで、私が今回買った缶バッジが B チーム、あ、B チームです。で、なんかみんな知ってると思うけど、五条さんキャラクターは A チームです。 A も買えばよかったかな。はい、バイバイ。